はい、というわけで始まりました、式神今夜市、式神屋でーす。今日はですね、シグウィンのガチャを引いていきたいと思います。あ、やば、ちょ待って、これ実写出てる、やばい、ヤシロくんの実写がバレてしまってる。 VTuber で実写あかんねん、ちょっとよくないぐらいぐらい。やりたかっただけです。はい、ブスって言うな。ブスは間接的にヤシロくんじゃないから、ギリギリヤシロくんディスってないから、こっちの方がいいっておかしくない。皆さんにちょっと謝らなければいけないことがあって、それが何かっていうと、40連引いてる。神団長すり抜けたから、これ確定。読んどいてごめんやけど、これめっちゃおもんない。毎回言ってるけど、キモいって言うな。ごめんね、読んで、ほんまごめん。50連目。あー来た。あ、なんでなんで、その早い早い早い、だってすごい早い。すり抜け祈願無理でーす。やったーい。さあ緊張しないで。あら、患者さんじゃなかったのね。自分を壊さないようにね。あー危ない危ない、また顔出る。というわけでね、10連で出ましたね。びっくりですよね、みんなね。よし帰ろう。ちょ待ってよ、そんなヤシロくんもこれで終わりなわけないでしょ、さすがに。ちょっと実写出てたけどね、あまりに可愛すぎて。うん、で、ヤシロくんもまさか10連で出るとは思ってないやん。20ぐらい行くかなみたいな。しかも見て、これ、石170個用意してて。どういう意味かわかりますか？すり抜けで40連引いてるのに、なんで石170個も買ったんですか？いや、すり抜けのこと忘れてました。すごいコメント。うん、めちゃくちゃやん。とついけ。かんとついけ。ひとまず、ぶ。引き抜けてる。いやでもヤシロくんも武器引きたかったんすよ。可愛いし、いいやみたいな。はよ引こうか、もう怖いもん。わかった、引くから。いやー、聖水流転は持ってるからな。このガチャが言ったら本番です。この3分の1ヤシを果たしてすり抜け、なに、ちょすり抜けじゃない、口から運命が出てる。すり抜けの運命出ちゃってる。おー、ちょっと待って、ちょっと行こう行こう。シーゴウユーはい、シーゴウユーはい、シーゴウユーはい、シーゴウユーお、はい、ゴウユーはい、ゴウ。顔出すからじゃないですか。いや、まあ、いらんことないけど。いや、もうこれは素直に、いらん。何がいけないんですか、シグビンの可愛さに顔が出て何がいけないんですか。何がそんなに顔に文句ありますか。うーんとかやったらあかんってこと。次は100円出るでやかましいよ。何が400円目の手の血1個追加されたわけですけど、まあまあまあ、でも140ありますね。このために取っておいたと言っても過言ではない。過言すぎるな、それは。ちなみになんやけど、こっからもう一回こっち出る可能性ってあんの。この状態でもう一回右が出るって方ある。え、あんの、やばいって。どっちかっていうとって、はい、来たー。よし、行きます。プーリキュア、プーリキュア、プーリキュア、プーリキュア。あー、ちょ、なんでこれさ、こう曲げられへん。この縦の棒あるやん。この棒をこう曲げたらさ、弓にならへん。次行こうか。いや、2本はいらんねー。重ねんと使い回すわ、他のキャラに。置いとくわ。久々見たな。汚い花火やな。何が明帝地マックスや。シオネズさん、320円スーパーチャットありがとうございます。おめでとう。次は、確定だよ。言われんくても分かってるわ。柑橘系リンゴさん、320円スーパーチャットありがとうございます。おめでとうございます。やったー。一回頭殴っていい？70連で来ないでくれ。死体蹴りしてるよ、それ。次、確定でプリキュアなれるよ。メイクアップ！おっしゃー、しんどい、シグミしんどいわ。いや、ダジャレちゃうわ、しんど、このガチャしんどい。よー、遅い、もうプリキュアいいわ。1万年と2000年ぐらい遅いわ。実写出したからかな、多分。YouTube に引っかかったんじゃん、実写。あのゴリラみたいな顔して。多分今日のガチャ範囲、顔。長かったね。よかったね。どこが？爆死期待してたので、ギリギリ、助かりました。いや、こっち瀕死。うん、助かってないよ。全然。10連で一発で出ました。おうおう、ごめんごめん。コメントすんな。今、ヤシロくんのやつにコメントすんな、お前。いえいえ、どうぞどうぞ。いくらでも置いてください。キモいって言うな。お尻可愛すぎやねんな、これ。ずっと見れるみたいな。あー、ごめんなさい。警察は呼ばんといてくださいね。警察は呼ばん。2年やってるのに、ストーリー未だに溜まりまくってる新人、旅人いるって、マジ、それわしのことや。ヤシロのせいで、原神のガチャ、すり抜けた、3をつけろ。で、あと、ヤシロくんのせいじゃない？ずんだもちさん、今来ました。で、すり抜けましたか？お前見てたやろ？そんなことない。ほんまに今来たの？もうこの感じ見たらわかるやろ？言わせんなって、言わせんなって。うわ、もうやっ、見てこれ。会心ダメージモリモリちゃう？全部2オープついてんで。行きたいと思います！行くぞ！あ、でも素材あるか。
いや、ビビンナ。ビビンナ、ビビンナ。いける。ビビンナって、そのなんか、ちょっと、つまずいたぐらいで、ビビンナって、その、いけ！ゴミ？いきます。はい、いけ！いいよ、熟知はいい。せーの、よしよしよし！複雑な気持ち。どっこいしょ！これは言い逃れできひんよ。もうこれは強いよ。これはもうさすがに、行くでしょ。行こう。おい、オッケー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 。初めて手叩いたわ。行け、来い。よっしゃー。もうそろそろいい思いしてもいいんちゃう？よし！おいよ！ HP 欲しいなぁ。HP 欲しいなぁ。会心盛りすぎやろ。どんだけ盛んねん、会心。偏りがすごい。最後に出てくんなよ。これも、ガチ。ほんまに。はい、来た！初めて HP 伸びたぞ。はい、来い！あ、いいよ！会心率盛りすぎ。で、あと、会心率持っても、いいことあるの？これ。おー、いいよ！いいよ！来い！もう HP も伸びろ！オッケー！これやばいぞ！来た！これ来たって！来た来た来た！え？急になんかさ、枕投げしてたら急に先生入ってくるから、バリしらけるからやめてくれへん。わかってる、ロックしてる中から選ぼうとしてんねん。ちょっと黙っといて。強いな。未来、え？これめっちゃ強いやん。おいおい、沼る沼る。この中から選ぶのは沼る、さすがに。難しい。無理やぞ。この中から選ぶんは。いくよ、せーの。はい。なんもおもろないわ。え、もしかして洗顔、ちょっと待って。嫌なこと思い出した。シンプルに、勝利先生の全部、付け替えたらよくね。やばい！先生の強すぎる！先生の HP 確か5万超えてんねん。強いね。何をしてんの、ほんまに。はい。というわけで、なんと、HP がですね、56,923 ですね。うん。サボってないよ。もう自分気持ってても56,000やけど。何が悪いの？なんか悪いことした？え、65,000ってどうやってやったん？カカンとかいうやつ、どこ？ゴミでもいいわ、カカン。じゃあ、カカンじゃないわ。何やったっけ、名前。これか。あ、ゼロや。何も持ってない。これ掘りに行く？今日。今、現状、55,000やから、今日の配信終わるまでに65,000にしよう。タソミ行くぞ！俺を見てさん、ガオさん、ロボさん、よろしくお願いします。そここっち殴んな。小屋市、店長、シグミ一杯ください。料金は、原石で。どこから突っ込んだらいいの？ 2 回すり抜けたの？マジで？今日は赤飯やんな。受験受かったぐらいのレベルですな。明日と明後日定期テストなので配信見に来ました。お前大丈夫？お前なんか余裕のタイプの方。90点取れるから遊びに来たんか。もう赤点書くとこやから諦めて配信来たんか。どっち？多分赤点。お父さん、お兄ちゃん、お姉ちゃん。シグイーン！いやいや、病気じゃないから。自分も明日テストだ。ほんま何してんの？大人になってから勉強したい学問が出てきて、高校生のうちにちゃんと勉強したいことを見つけるべきだったと後悔してます。何のチャンネル？教育系チャンネルの人と間違えてる？うん、そうやな。やっぱな、学生の時にちゃんと勉強しとくって先生がよく言ってたけど、まさに今後悔してるわ。今後悔しても遅いけど。ほんまに関係ない。テプチカさん、トリカブトさん、ごめん、あと一人いいひん。ヤシロくん、あと88万人で100万人達すやん。すご。珍しい表現するな。言われたことないよ。あと88万人ですよって言われへんけど。テプチカさん、トリカブトさん、ノンさん、よろしくお願いします。じゃあ、88万このアカウント用意すれば、いけるな。いけへん。ヤシ、うちのフリーナーの率ダメ見て。いいですよ。何？え、フリーナの率ダメ？ないよ！フリーナ、ないですよ。何がウケるやん。おい！あ、率ダメ80、237の自慢？なるほどね。こんなん言ったら、ヤシロくんも対抗しますけどね。ウケるー！ヤシ、しりとりしよう。無理あるって。こんだけ人がおる中で、リンゴから始めんなって。リンゴ、ゴリラ、やばい。伸びたが伸びた。ほんまいい加減にしろよ、お前。一人でしりとりしてる。悲しいね。始めたんそっちやで。なんか、終わってるコメントが、ヤッシーロリコンなんですかの、どっちかしかない。1割だけ応援コメあるけど。ヤッシー、もしかして、魚？どの辺が？ヤッシー、しりとりしよう。行くで。式神ヤシロ。ロリコン。終わってるやん。ここに上司がコメントしたらどうする？いや、ヤシロくんは絶対にバレないっすよ。ヤシロくんは職場では原神知らん人で通ってるんで、あ、逆にこの原神知らん人で特定されたら終わりやけど。バレてるけど、あえて気づいてない説。ヤシロくんは気づいてないと思ってるけど、全員ヤシロくんがやってること知ってんやろ。
明日休みたい。有給の20連休取っていい ?S さん、ヤシヤシさん、ベイビーコパンダさん、お願いいたします。これさ、ウンキンの攻撃は誰に乗ってんの?マッシュに乗ってんのかな?なんか、ウンキンが一番火力出てる気がするわ。はい、ベイビーコパンダ、お前回復してあげたぞ。あれ、回復せえへんの、あいつ。なんで?あいつ死んでるわ。なんか回復せえへんなと思ったら、あいつもう退場してるやん。絶対リスナーの中に一人思ってる。お前死ぬんやったら俺に変われって。守ってくれるって言ったのに、無理があるって。ヤッシー、もしかして、墓地で誰とも喋らんから、会社でバレよくわかったね。バフ料理も食べ。オッケー、じゃあバフ料理食べるわ、次からちょっと。え、ちょっと待って、やばい !76! ちょっと待って、おいおい、ちょっと待って、おい、もうちょ、マジで嘘、ガチで、なぜかです。何が聞けなかったのでしょうか。7分間、君たちは何をしてたんですか。なんで分からへんねん。私何も悪くないけど、みたいな、はてなすんなって。自分は正直やねん。ヤッシー弱い。まあ確かにヤシロ君は弱かったかもしれん。知れんけど、お前が言うな。レベル1が言うな。ヤッシーが仕事してないのに、100万破産するぞ、お前。死んだ!なんで?これ死んだ、ヤシロ君が悪い。もしかして。みこしいるから結構まだいけてるぞ。はい。な、こいつ、体力無限?全然死なへんねんけど。オッケー!あと2回あるってマジ?最後、評価して終わるか。果たして、ヤシロが6万5000行くのかどうか見たくないですか?これ HP つかへん。ワンチャン。ディフェンス。防御のことをディフェンス。あー、ディフェンス!怪我してへん。その、怪我って頭の怪我じゃないから、その、何回突っ込ませすの。あ、ディフェンス!これいけるんちゃう?これ率か。なんかつかへん、これ。あー、まあ、ダメやな。これちょっと強そうやもんね。これいい感じちゃう?うん。ハゲるで、生物でハゲたやついるんやな。悩みすぎちゃう?ナイーブやってその。やらへん方が。ちょっと喜んじゃった。まあ、これに関してはもういいかな。これ何でもいいわ。何でもいい。何でもいい。まあ、会心でもいいわ。チャージやった方がいいかもしれんけどな。あ、まあ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 。まあいいよ、じゃあ。なくなったよ。身削るか。これは別に何伸びても。オッケー!いいよ!いい感じ!はい。これで1個ゲット。防御4000目指そう。さあ、チオリ?これちょっと一回味見していい?せーの。はい!いけ!いけ!まぜ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 !いきます!はい!ダメだ!なんでだよ!いけ!はい!オッケー!オッケー!ちょっと待って、急に来た!いける!うるさい!上うるさいね !HP! 来い!来い!来た!最後の最後で来た !HP16.3、HP15.7、HPE。で、ここ HP、2セット。で、ここも HP MAX。さあ、これ、いくらになったの?みんな最後の最後に、これ HP65000 のシグイン、見れるんちゃいますか?いくよ!せーの!おー、すげえ!マジで9万じゃない。6万3000まで来た。水共鳴ありやけど、6万3900まで来た。ちなみに水共鳴なしやと5万9000ぐらい。あ、それでも6万あるわ。初日で6万3000はもう勝ちじゃない?勝ちやんな。いいじゃないっすか。ヤシオやるやん。あざっす。今回のね、配信は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価と、X のフォローもよろしくお願いします。ファンボックスとかメンバーシップとかもやってるんで、よければお願いいたします。皆さん、おつやしでした。バイバーイ。